このレポートでも触れてるんですけども、フィンテック関係で、まあ、もうみんなが使うようなシステムっていうのを作り出すっていうところであったり、ああ、正解でしょ。全然、今日調子いいですね。そうですね。全然いけますか。はい。新年、最先のスタートです。なので、もう GS に行くと。チーズは安直すぎると思うんですけど、まあ、気持ちにしなおうっていうのは大事です。食べきると。まぶしい。こんにちは。こんにちは。カードギルド新年一発目です。そうですね。はい。よろしくお願いします。お願いします。年明けてどうですか、生活は。そうですね。うん。まあ、2022年。うん。まあ、世界的危機。うん。もうまあ、少しずつですけど、まあ、最近増えてますけど。うん。ちょっと街の様子はちょっと落ち着いてきた感じしますよね。やっぱり。いや、そうだね。オミクロン株がね。はい。ものすごい猛威を振るってる割に、街に人がいっぱいいる。めちゃくちゃいますね。うん。なんかもう、重症化しねえんだろ大丈夫なんでしょみたいな雰囲気が出ちゃってて、はい、まあ、自粛しようなんていう雰囲気は一切ないですね。ちょっとまた本気出してきそうじゃないですか。うん。ちょっと出してきそうだよね。はい。本気ってのはどういうこと？その、強化ウイルスに、うん。どんどんまた急に強くなって、うん。やっぱりやばかったみたいな。うん。まあ考え方ですけどね。そうですね。うん。ウイルスの進化論、わかりますか？はい。うん、そうありますね。ちょっとおっしゃってください。そうですね。はい。感染力が強いと感染力が、強いとですね、うん、まあ、言うて増えにくいわけですね。感染力が強いと増えやすいね。感染力が強いと重症率は低いんですよね。それも殺傷能力は低いんです。はい、殺傷力が高いと、なんですか、低いと、感染力、うん、っていうのは、まあ、割と高め。そう、そういうふうにしか今までなってないんですよね。だから片方しか取れないんです。そうです。だから重症化をさせるし、感染をむちゃくちゃするっていうのは基本的にありえないですね。そうです、ね。特にこの段階では、うん。どんどんどんそういう風に進化していく。とはいえね、侮れませんね。マーケットに対するインパクトもかなりでかいです。爆下げでした、今週。先週、うん。爆下げでした。いや、もうそれは厳しいです。そうですね。お医者さんにとっても。我々はですね、非常に強気で、理想を見てますんで、それをいかに会社様に伝えていくかですね。はい。はい。伝えるのは個人投資家さんだと思うんで、はい、まあ、我々がいかに元気になってもらえるようなコンテンツを発信し続けるか、ここだと思います。なるほど。はい。頑張ります。はい。よし。ここで、財閥クイズ。なるほど。財閥クイズですか。はい。今日のお題を言ってください。はい。はい。JP モルガン。JP モルガンですね。はい。この番組はですね、主に海外の大企業を、若者たちと語り合うことで、投資に対する考え方、投資の、分析のところを自然に行っていく癖がつくような、そういった投資教育番組になってます。今日のお題は JP モルガンです。はい。はい。ということで、モルガンというのはですね、いわゆる財閥系なんていうことが言われますね。そうですね。はい。テリン、財閥とは、特定の家族や同族の閉鎖的な所有支配のもとに持ち株会社を中核とした多角的経営を展開する独占的巨大企業集団という意味があるそうです、はい、今は一応その概念ではなくなってるんですが、はい、まあ、未だに財閥系ねっていうような言い方はされてるんでね、うん、名残と言いますか、名残と言いますかね。で、特に君の場合はね、あんまりそのことに、ね、触れずに成長してきた世代だと思うんで。そうですね。うん。少し振り返る意味でもね、クイズにしてみました。まずはいきます。はい。1問目。デデン。モルガンといえば世界的な大財閥として有名です。その他の3つ答えてみましょう。3つですか？はい。世界でいいです。はい。アメリカとかじゃなくていいですね。はい。そうですね。聞いたことあるのだと、まあ、ロックフェラーとか。そう、やりすぎ都市伝説で見てたろ、前見てます、見てるな、見てるよね、見てるよね、そうだよね、そうです、大丈夫か、正解です、その流れで、うん、もう一つ、ってことはそうだね、タイトルね、はい、ロスチャイルド一家、一家ね、そう絶対絡んでるよね、絡んだよね、そうだよね、信じるか信じないかの話です、はい、ジャイコバース、イギリスですね、ロスチャイルド、はい、あとは、あと一つですか、うん、うん、まあ、あと今の若者で身近だという韓国もね、本当財閥社会でね、国の全体の売り上げのほとんどが財閥系の企業を占めてるっていう時代がありました。なるほど、うん、今もそうなんじゃないかな、まあ、はい、身近な国、韓国の財閥っていうと、韓国の財閥ですか、うん、簡単ですよ、え、うん、簡単、イージーイージー、なんだろうな、うん、先生答えをいただいてます、ロッテ、ロッテ、うん、あ、ロッテのなんかありますもんね、うん、ロッテワールドがあるね、あれ、ホテルもあるしね、ロッテ韓国のあれなんですね、いや、そうですよ、なんか大有名な財閥です、
あとサムスンなんかもそうですよ。そうですね、サムスン、はい、大丈夫です。次の問題いっちゃおうかな。いい、はい、第2問目です。日本にも財閥はあります。はい、やりましたとしておきましょうか。三大財閥をお答えください。てーん、そうですね。でも財閥って言っちゃうなんか僕のイメージ、はい、大蔵財閥か。いやー違いますね。てーん、三菱。いや正解。はい、はい、三菱ね。三菱財閥、はい、あります。あと、うん、三井、うん、正解、はい、はい、あと1個ですよ。よく出てきた、はい、住友。はい、正解です。正解です。たらーん、初の全正解ですか、うん、もっとお祝いしよう、ちゃんとやろう。この三大財閥そうです。あ、よく出ましたね。はい、まあ、ここだけが正解するっていうのもなんかあざといね。そうですね、あ、まあ、特にね、三菱なんすると、まあ、商社のところも不動産のところも、まあ、激強ですね。銀行も強いね。じゃあ3問目いきます。はい、まあ、財閥は世界中にあるんですが、はい、まあ、事業の共通点がいくつかあります。共通点、はい、割とこの事業を手をつけるよねっていう、その事業をいくつかお答えください。はい、どうぞ。って、まあ金融系じゃないですか。あ、正解です。そう、金融は乗っ取んだね。あと1個ぐらい教えて。あとなんだろう、うん、あとはそうですね、うん、都市開発とか。そうですね、まあ要は不動産ですね。それ正解でええやろ、それちゃんとやろう。そうですね、はい、ちゃんとか、はい、不動産強いですね。で、もう正解でしょ。ででん、今日調子いいですね。そうですね、ゼニゲバですか。はい新年最先のスタートですね。あ、そうですね、はい、うん、まあ歌舞伎でももう3年目に突入しようとしてるから。そうですね、よろしく。はい、あとね、鉄道とかね、電車そうですね、あと鉄鋼、鉄鋼、そしてあと軍事産業ですね。はい、はい、ここもあります。まあ、日本にと違って世界はより軍事産業っていうものにお金がものすごく動いてるんで、うん、より顕著に出るんですけど、まあ、日本でもね、自衛隊周りの部品は三菱がやってるとかね、うん、なんかちょっとそういうのはあるんですね。あとなんか長崎行った時に、はい、なんかそういうお話ちょっと聞きませんでした。あ、造船ですかね。あ、そうそうそう、三菱ね、はい、うん、だからあの辺だともう三菱一強っていう話がありましたよね。ありましたね、うん、軍艦島もなんか結局長崎市に三菱が下ろしたっていうかね、うん、落としたみたいな話もあったしね。そういったことで非常にそのズブズブですね。官民、はい、一体と官民ね、よく言いますけど、はい、はい、なんかスケールももともと一体と、ズブズブ官民みたいな。そうですね、まあズブズブって言ったらちょっとね聞こえがちですか。そうですね、一応番組の性質上ね、丸やかに丸やかにね、そうすればまあ官民一体、官民いうことですね。まあ今日はちょっとね、こうやってクイズを多めにやりたいんで、もう一個だけいいですか。はい、うん、いいですね。4問目やってやれ。これね、ちょっとかわいい系の問題です。かわいい系の問題、はい、まあ、あるある財閥、基本的にね、加盟、まあ私だったら大石財閥、はい、名前がついているんですね。そうでない日本の財閥が一つあります。はい、教えてください。なるほど、はい、そうですね、三井さんもいましたし、うん、三菱さんもいた気がする。はい、田中さん、いや、この三社の中ですか。そうです。あ、住友さんじゃないですか。言われてみたら、住友さんっていたっけな。はい、いらっしゃいました。まあ、それさておき、はい、正解は三菱。三菱、はい、三菱。まあ、まあ、一番、日本でも一番強いという意味でね、この会社を取り上げますけども、はい、土佐藩主の山内家と岩崎家の家紋を組み合わせて作られたと。なるほど。はい、岩崎彌太郎さんですね、三菱家ね。はい、ということで、まあ、岩崎家とは何なのかですね、岩崎財閥とは何なのかですね、そういう話でした。どうでしたか、この財閥に関する知識、豆知識というのは。じゃあまあなかなか噛み応えがある。うん。ちょっとじゃあ、ついでにロックフェラー出ましたけど、はい、まあアメリカの財閥です。はい、そこにの企業を一つ挙げてみてくださいよ。ロックフェラー系の企業ですか。そうです。なるほど。うん。あれじゃないですかね、ちょっとすごいド忘れしちゃったんですけど、はい、Facebook じゃないですか。メタ。メタ。はい。違うんですか。違うんですか。違うんですか。シティバンク。シティバンク、あとメリル・リンチ、うん、エクソン・モービル、まあ、プルデンシャルなんて聞いたら、うん、それの系列参加ですね。モルガン、今日ね、モルガンにちょっと戻していきますけど、モルガン財閥の、はい、参加の会社なんでしょう。参加の会社ですか。はい、で私調べてきたのですね、はい、モルガン・チェイス、うん、ジェミー・モルガン・チェイス。チェイス、はい、次は、はい、そうですね、まあ、投資銀行 JP モルガン、モルガン・チェイス、うん、と、うん、なんだろう、教えていただいてもいいですか。モルガンチェイスでしょ。はい、でモルガンチェイス銀行、
はい、あモルガン・スタンレーなるほど、うん、あるでしょ、いろいろ、はい、ね、エクソモービル、あエクソモービル違うゼネラル・エレクトリックとね、はいはい、うん、そんなんばですよ、うん、例えば大して調べてないな、いや調べましたよ、わかりますよ、私は調べましたよ、本当か、はい、いやちょっとその調べたレポートから見てみようか、そうですね、では内容じゃあいただきようか、はい、紙でお願いします。ここまでちょっと期待薄に見える高校1年生のレポートですが、さてどうだったんでしょうか。いやどうでしょうね、レッツレポートミングタイム。JP モルガンは米国ニューヨークに本社を置いている世界有数の金融会社です。1200を超える金融会社を継承していて、投資銀行 JP モルガンと商業銀行 JP モルガンチェスを主な子会社として保有しています。事業内容は投資銀行、証券取引、資金決済、証券管理、資産運用など多岐にわたる金融サービスを提供しています。日本の就活生から圧倒的な人気を誇っている米投資系会社4社、ゴールドマンサックス、モルガンスタンレー、 JP モルガン、バンクオブアメリカの4社にも注目していきたいと思います。当社は超巨大企業をバックに持っているので、資本基盤が盤石であるということが挙げられます。そのことを示すものとして、2008年のリーマンショックの際に同社のみが政府の資本注入を受けずに立て直したという話があったことです。なので不況に強く安定感のある企業だといいます。また同社は投資銀行の中でも最大の時価総額を誇っていることでも有名です。創業者の一人であるジョン・ピアント・モルガン・ジュニアがアメリカの議会で述べた、常に一流のビジネスを一流の方法で実践するという信念を念頭に置いて業務を全うしています。デジタル銀行への進出、同社は個人向けの銀行サービスを英国で開始することを発表しました。スマートフォンを軸としたデジタルバンクで預金や貸し出しなど基本機能を提供します。スマホ向けのアプリを配信して顧客が口座を開けるようにします。また取引はオンラインで完結させるようになっています。このように英国ではフィンテックが勢いづいているので、この流れが出てきているということがわかります。このようなフィンテック化には低コストになることや消費者の選択肢が広がることなどがありますが、不正ログインや不正利用などのリスクが大いに存在しているので、そのようなものと向き合いながら利用していくことが大切だと感じました。フィンテックのこれから、クラウド会計のソフトであったりインターネットバンキングなど、フィンテックは私たちの生活に様々な影響を与えていますが、この世界的危機の中で資金難にあった人々のためにクラウドファンディングが対応されました。またクラウドコンピューティングなど低費用で事務の効率化を図ることができるようになる利益をもたらしてくれました。しかしフィンテックのゴールは、このような便利さの向上だけではなくて、業界自体に革新を起こしていき、新しい革命を起こしていくことなのではないでしょうか。そんなフィンテックを取り入れた JP モルガンの将来性について、このように見ていきましたが、将来性について考えていきたいと思います。現在世界の投資銀行のトップの中でも、大きく頭角を現している同社ですが、先ほど話したフィンテックの導入によって、トップ層と下との層の企業の差がどんどんついていくと考えました。直近では2022年からパンデミックが収束していく年になっていくと、各記事が予想しているので、どんどん資産が推移していって、市場にとってのどんどん追い打ちになっていくと考えているので、まずは2022年の、この資産の動きっていうのに、注目して、それによってこれらの投資銀行の成長が分かっていくのではないかと考えました。これでレポート発表を終わります。終了。ああ、なかなかのレポートでしたね、うん、まあ、どうですか、改めてそのこの会社を、ね、投資対象として、もしあなたが投資家としてね、はい、投資するとしたら、買うんですか、売るんですか、どっちでしょうか、うん、そうですね、まあ、時間軸にもよりますよね、長期レポートしようとしたときには、買いますか、それとも買いませんか、買いますね。お買います。買う、はい、はいはい、まあ、珍しいっていうか、うん、どうですか、皆さん、どうでしょうかね。買うとおっしゃってますけどもね、はい、はい、一高校生がね、一高校生が買うとおっしゃってね、はい、その心は調べてきたところ、JP モルガンの、うん、企業自体ですね、うん、結構バックに大きな資源がある、はい、財源が、うん、それの裏付けとして、うん、まあ、2008年のリーマンショックが起きた時にですね、その政府 の, その支援のお金を受けずに、うん、まあ、立て直した、うん、唯一立て直したぐらいの、うん、まあ、資産の基盤があるわけですよ、うん、いやそういう感じで、その不況に対しても安定感が意外とあるというところで、うん、まあ、例えば今のこの、うん、まあ、経済的危機、うん、とかいろいろあるじゃないですか、うん、まあ、長期的な目線で言うとそういう安定感が大事になってくるのかな、うん、おっしゃる通りですね。
特にこういう系の会社って状況に合わせて会社を小さくしたり大きくしたりっていうのをすごい判断力が早くて鋭いんですよね。だから売り上げがちょっと悪いなと思ったらすぐにガッと縮小するし、チャンスだと思ったら一気にデカくしてる。この、ね、判断力というのはやっぱりすごいかなと、うん、だって指ずれようにお金があるからこの位置にいるっていうわけじゃないですね。そうですね、はい、やっぱその勢い感じます。うん、買うんですね。はい、うん、じゃあ長期保有したとします。はい、まあ、絶対に売らないですか。例えばそうですね、まあ大石ショックが来ましたか。はい仮にですよ、リーマンブラザーズショックの再来かと言われるぐらい下げましたと。JP モルガンも全体的に下げます。売らないですか。僕そこは耐えてみますね。ちょっととりあえずその意味が大事ですか。そのあえて JP モルガンを買う理由っていうか、うんうん、そうだよねおっしゃって、そうすごく今大事な目線なんだけど、ね、買おうとした時に最初に考えたシナリオ、なぜ買ったのか、このなぜに忠実にするっていうのは結構大事です。通して、うん、買ってしまうとね、いろいろ感情移入して、はい、うん、最初の戦略から外れた値動きをしても売らなくなってしまったり、はい、あるいは追加で買ってしまったり、うん、あるんです、はい、だから今の目線すごく良かったです、はい、忘れてない最初のね初期衝動、はい、素晴らしいです。ありがとうございます、うん、この会社がじゃあ今度成長していくとして、はい、何をきっかけにもう一段階エクスパンションというかバーンでかくなりますかね。そうですね、まあ、例えば、うん、まあ、もちろん投資銀行っていう、うん、その今役割もありますけども、うん、その投資関連で、うん、例えば新しい事業、まあ、いろいろあると思うんですけど、まあ、うん、AI、まあ、宇宙もありますし、うん、そこら辺でバンと伸びてその投資対象に、うん、っていうところでのその成長ですね、うん、伸びた時の、うん、っていうのもありますし、あとは例えばこのレポートでも触れてるんですけども、フィンテック関係で、まあ、もうみんなが使うようなシステムっていうのを作り出すっていうところであったりとか、まあ、あとはまあ不動産の話もありましたね、うん、社会の流れ、うん、で、まあ、地価の変動、まあ、そういうのでどんどん資金が増えていくとか、うん、そういうことじゃないですか、ね、なるほどね。競合と比べてどうですか。そうですね、まあ、どこを競合にするかですけど、例えば金融ですと、まあ、ゴールドマンサックスがいるじゃないですか。そうですね、うん、ゴールドマンサックス、まあ、この視点にしましょう、はい、あなたがじゃあ大学を卒業する頃にゴールドマンサックスと JP モルガン、はいはい、どちらを面接します。まあ、そうですね、一般的に、まあ、一番人気っていうのがゴールドマンサックスなんです。GS ブランドありますよね、はい、なのでもう GS に行くとチーズは安直すぎると思うんですけどいや、まあまあ、気持ちに素直っていうのは大事ですけどね、はい、あそうですね、うん、じゃあどっちかっていうと、じゃあ投資対象の話に戻すと、はい、じゃあ JP モルガンと GS があります、はい、どっちを買いますか。どちらかしか買えないとしたら、そうですね、でもやっぱ投資銀行なので、うん、100% こっちが勝つみたいなのはないと思うんです、うん、まあ、正直、うんうん、もちろんね、お互いにこうあるからね。なんで今までのその結果から見ただけだったらゴールドマンサックスってなってくると思うんですよ面白いなるんですよ。やっぱりその家計っていうか、うん、JP モルガンのモルガン一家、うんうん、なんかぐちゃぐちゃ喋ってるけど、結局は GS 行けんの GS 行くっていうんじゃん。で、奥さんどうしたんですか。まあ、その、もちろん、お互いに得意なとこ、不得意なとこがあって、はい、で、それぞれに歴史っていうのもあって、はい、今までのこのプロセス。はい、そうですね。で、まあ今の状況、はい、世間からの評価、はい、自分の評価は、まあ、まあ、GS で。今日、大井さんいろいろ言ってたけど、やっぱ、ゴールドマンサックスしか見てないじゃないですか。いやいや。まあ、それやっぱりね、うん、入りたくても入れない会社ですから。そうですね権利を持ってない人の方が多いわけですから、はい、ね、はい、よし受けようって言って受けられないから。そうですよ、何か大学をクリアして、はい、でさらに面接でピカリと光るものがないと入れないわけでしょ。二重段階ですね、もう。でさらにですよ、入った後が厳しいですから、まあ、すぐにファイナルされちゃう、はい、そうですっていうのを聞きました。でも3ヶ月ごとぐらいに査定があるって言ってたかな。ってことは最短の3ヶ月でファイアもあり得るんですね。うん、あり得ますね。ちょっと厳しい世界すぎますね。あと下から何パーセントざっくり切り回すっていう感じなんで。あるいは切り回すっていうか移動とかですかね。部署移動になるか、さよならか。
3ヶ月はきついですね、ちょっと。うん、3ヶ月、6ヶ月。きついね。でも、それだから強いんだよね、会社はね。まあ、そうですね。会社にとって生産性をちゃんと担保してくれる社員だけが残っているんで。はい。はい。それはね、別の会で言ったけども、日本はそれが絶対できないんです。はい。うん。絶対っていう言葉はね、使っちゃいけない立場だけど、言います。絶対できないですね。はい。簡単に切れないから。で、切られないと思ってるから、お互いにですよね。はい。はい。だから、たくさん雇用できないし。だから、最近のニュース見ました？賃金を上げろって岸田さんがひたすら言い続けてるじゃないですか。企業はどういう動きになってるか知ってます？大企業は。いや、賃金を抑えないみたいなのです。違います。人を切り出してます。なるほど。はい。基本的に人を削減方向が継続されてます。だから早期退職募集してる企業がたくさん。うん、こうなっちゃうんですよね。だから給料をただ上げろっていうんじゃなくて、もっと違う構造改革をしていかないとっていう話ですよ。はい。真面目な話になっちゃった。いや、まあ真面目な投資教育番組ですね。はい、はい、そうです。わかりました。うん、じゃあ、よくわかりました。はい。モルガンとにかく調べたけども、気持ちはゴールドマンサックス。でも今回 JP モルガン、そう、今回 JP モルガンだったな。はい。競合企画として出しましたけど。うんうん。はい、なんかその総計両方受けて、両方受かったらとりあえず慶応行こうみたいな、そんな話になっちゃうんですけどね。まあまあ、そうですね。でもね、それは我々ね、はい、第三者目線として、はっきり言える立場ですから、ね。まあそうですね。うん。っていうのは非常によくわかりました。はい。はい、で引き続きこのモルガン、ね、グループがどのように伸びていくか一緒に見ていきましょうよ。そうですね。うん。で、実際に投資した場合どうだったかっていうのは株価のチャートを見ながらね、はい、勉強していって、うん、ファンダメンタルズとテクニカル両面から株価を予測して、まあ、投資対象を評価できるように、はい、ね、頑張ってみてください。そうですね。うん。じゃあ今日はこの辺にしましょうか。はい。はい。今日もありがとうございました。またよろしくお願いします。